はい、皆さんこんにちは。シルジアライブスーパースターの元気なおじいです。今日はね、7月の18日の23時55分です。いやー、ついちょっと おじいも一回もよ、今日に限ってオールフリー1本とチューハイ3本飲んでね、もう泥酔い状態ね。で今寝ながらね、もう一回寝室行ったんだよ。で YouTube 更新見たら里中さんの情報があったんで、写真動画があったんで、それ聞きながら寝てたんだけど、やっぱねちょっと聞いてたらね、飛び起きた。うん、ベロンベロンに酔ってるんだけど、やっぱどうしても一本動画残したくて、今もうトイレ行ってしっこして、今アイス持ってきてね、もう下パンツ一丁なんだけど、とりあえず動画一本残そうかなと思って。で昨日はまあ、内容が全部わかんないんだけど、途中参加だったんだけど、千春さんがね、ZTE のブレード E01 の、まあ、紹介しなきゃよかったなというタイトルであったんで、をどうしたんかなと思って。で今日は今日で、里中さんが680円のスマホについてね、なんか語ってたんで、どうしたのって感じなんだけど、やっぱ YouTuber として情報発信者として680円の本体として買ったのは事実なんで、もうその情報を発信したんだったらそれを貫いてほしいし、本体を680円で買ったんだから、それをね曲げる必要もないと思うんで、里中さんの言ってるようにね、まあ己を貫き通せばいいと思います。で元気なおじいとしては、里中さんの680円の情報にもうもういても立ってもいらんなくて、踊ってゲットしたからこそ、それを売却して、要は特会引っかいで支部が残るような形で、まあ、V580 を今回手にすることができたんだけど、ほんの一瞬のチャンスだったんだよね、680円でゲットできたっていうのは。本当ね、で、まあ、680円といっても消費税別なわけだし、なんていうの、縛りがあるわけでしょ結局ね。音声通話でも、SIM データの、ね、でも、まあ、両方とも680円だったにしても、やっぱ縛りはあるわけなんだよ。で、本当にね、おじいがいつも言ってるように、本当にそのスマホが欲しかったのかとか、本当にね、サブとして欲しかったのか、いや、本当に今までスマホが持ってなくて、本当にスマホのデビューとして、じゃあ E0Y を選んだのかって考えると、めちゃめちゃ少ないと思うんだよ。だから680円っていうその価格のインパクトとして、まあって思った人って結構多いと思うんだよ。でおじいの場合は一瞬触って手元に届いて、まあスイジャーライブがねちゃんと使えないことは確認したんだけど、カメラの性能のしょぼさと、あともっさり感で、あっと思って、もう瞬時にすぐに感じ取ったんで、もう触らなかったっていうね、もう売却しようと思ったんで。で、その、おじいとしては、E01 が欲しくて、使いたくもないデータシムも契約したんで、まあ、経費として5500円前後。っていう表現だったんだけど、言っていいかどうかわかんないんだけど、まあこの際だから言っちゃうわ。ね、いろんな人の情報って言ってたけども、じゃあ例えば、ZTE ね、ブレード E01 ちゃんとスペース空けて、で
スペース1個空けて後悔っていう言葉を漢字2文字を足して検索してください。そうするといいジェラワンを買っ安いから買っちゃったんだけども後悔してますっていう情報がものすごく出てくる。でその内容は何かっていうと、まあ実質メモリーが4ギガぐらいしか使えないということとか、カメラ性能がしょぼいとか、アプリを起動したらやっぱねモサッとしてるとかね、やっぱり安い端末だからこそまあしょうがないかっていうようなね、そんな情報がドゥワーッと出てくる。では逆に V580 後悔って検索したら何が出てくる？何十機種の中で一番最優秀だったのが V580 だったとかね、結構いい情報しか出てこないんだよ。ではおじいの場合、まあ01と580とね、まあここの段階で比較してるから、おじいは今 iPhone5 を使ってるんだけれども iPhone と比較するつもりは毛頭ないんだよ。アップルとアンドロイドだから。まあそれはね、長い動画を全部見てくれる方だったら理解してくれてると思うんだけど、でね、680円で単品で買えたんだったらそりゃいい買い物で、おじいも大絶賛なんだけど、680円で買えるための条件っていうのが SIM かデータかの縛りがあるわけで、じゃあ最低限安く買うために、じゃあその200キロの無制限を7ヶ月間ね縛りがあるっていう、じゃあそれを果たして使うのかっていうね。皆さんメイン会社に持ってるでしょってことなんだよね、結局ね。でスマホっていうのは何に使うかっていうと、カメラとか動画で使うことがメインです。でデフォルトのアプリで使うことを前提に、瞬時にいかにそのシャッターチャンスっていうかね、まあすぐに上にパッてやってね、 iPhone だったら上にパッてやってスタートを押せるかどうかが勝負なわけなんだけど、それがねフロントカメラでは4対3で使い物にならない。じゃあアウトカメラでも、じゃあシャッターを押してね、何店舗か遅れてから、え今シャッターを押されたのみたいな感じでね撮れるとか、まあ絵が赤っぽいとかで、それをね iPhone と比べたらいけないよとは言うんだけど、 iPhone と比べるんじゃなくて、みんなが頭の中で想像して思うデフォルトの色で見れないっていうのと、みんなが想像してる押したらすぐに撮れるっていうシャッターチャンスで撮れないっていうこの真実ね、肝心なところが使い物にならないわけよ。電卓として欲しい人なんているわけないじゃん、こんなもの。アホかっつってね、そこなんだよ結局。でおじいの場合はあくまでも楽天モバイルでは V580 がないんだけれども、おじいは佐藤忠さんのおかげでこのまあ一度手にしてちょっと触ったらもうその場でって思っちゃうようないいジェラワンを手に入れたんだけど、そのじゃあ言い方変えると680円で手に入れたいいジェラワンが6000で売れて落札手数料を抜いたら5400円ぐらいに化けたってことなんだよ、要は。
ね、で指紋はここに残った状態で680円が5400円に化けたから、追い金4500、600円ぐらいで V580 にしたんだけど、みんなねググってほしいのが ZTE スペースで、ブレードスペース E01 スペース後悔で、同じように ZTE スペースブレードスペース V580 後悔、この2つで検索してみてください。たった差額で言ったらね、わずかなもんなんだけれども、こんな違うわけだし、ベンチマークのスペックを見てもこんな違うんだよ。で、確かに E01 はほのかにあったかいとか発熱しないとか、まあ、確かにサク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 するのは事実なんだけれども、それは手元に届いた直後にね、680円で買ったというマジックっていうのかな、それがあるがゆえに680円だったらまあいいよねっていう気持ちがあるんだけれども、おじいの場合は5500円前後っていう気持ちがあったから同じ目では見れなかったってことね。で、まあおじいの場合はアンドロイドの買い替えとして、まあ、本体が欲しかったっていうことと、アンドロイドを2台持ってたんだよね。ネクサス10、7の2012年度モデルを2個持ってた。16ギガと32ギガを2個持ってた。ね。で、両方ともアンドロイド、5.1 にアップしたら、スローモーションになっちゃった。ね。全然使い物にならなくなったの。本当に。真面目に。で、E01 に特快引っかえでできたんだよね。で、特快引っかえになったと考えると、まあ、メモリーは同じ1ギガだし、まあ、ストレージはちょっとね、8ギガの実質4ギガになっちゃって、まあ、ちょっと下がっちゃったにしても、まあ、体感上はすこすこ動いてたから、うわ、これはいいなって思ったんだよ。画面はちっちゃくなったけどね。でも、やっぱりね、アプリが動作してなんぼなんだよ。ほんと。ゲーム機の話題を一回出したけども、ゲームソフトがあってなんぼなんだよ、ハードっていうのは。そうでしょ？ Xbox One をいくら安くね、19,800 円で買っても、アプリがなかったら、ただの箱なんだよ、結局。ね。で、E01 も、まあ、そんなもんだろうなって分かって購入した方ね、コメントくれました。まあそんなもんだろうなと思ってたから、まあいいよ、いちいち売っ払って特価引っかえするのもめんどくさいしってね。まあおじいもよく言ってる、この世の中めんどくさいからこそ楽になるものに対して商品が売れるわけだよ。ダイエット商品にしてもそう、みんなめんどくさいから動きたくない、運動したくない、食べるだけで痩せるって思うからたくさん売れるんだよ。健康食品にしてもなんだか電気のブーってやんでもそうでしょ。なんでもそんなもの楽して痩せるわけがないんだよ。言ったら申し訳ないんだけれども、まあいろんな数値が出てるのもあるでしょう。でもね、何にしてもいろんなね、必ずその商品を買うと食事制限があって、こういうものがおすすめがあったり、ね、あだこうだっていうものが必ずね、マニュアルでついてるはずです。ビリーだってそうなんだよ。たった1日わずかね、30分1時間の運動するだけで、1週間で3キロマイナスとか5キロマイナスとか、ね、イエーイって思って買った人がいいんでしょ。実際に、ショップジャパンから届いたら、ね、こういう食事制限をするといいですとか、こうね、そういうのがちゃんとついてるわけ。朝昼晩の食事のレシピが。で、それを守ると1週間でマイナス3キロになりますよ。なおかつ痩せましたっていうハガキを送ると5000円キャッシュバックだから、
結果が出ても出なくても痩せましたっていう結果報告出せないと5000円戻ってこないわけなんだよ。インチキだろこんな商売結局ね。おじいの友達は真面目な人なんで結果が出てないからハガキを送らなかったんだよ。バカだな、そんなもの送ればもともとこんだけの価値しかない円盤なんて、こんなもの10円20円しかしないもの、ただコピーしてね販売してるだけなんだからね、ただ同然なんだからこんなものね。まあ、ぶっちゃけこんなもの半径だけ出しゃ5000キャッチバックしてもまだたくさん儲かってんだから送ったけどバカなんだよって言ったんだけどね、クソ真面目すぎちゃうから、いや私はまだ結果が出てないから送れないしって、で期限切れちゃったんだよ。アホじゃないのっつってね。でその元を取り返すためにね、おじいが引き継いで、まあ今頑張って結果出したわけなんだけど、まあいろんな意味でこの E01 に関して見たら、まあ、680円運のよりも人によっては680円以上の価値があるわけだし、人によっては680円以下の価値しかないわけなんだよ、おじいに。まあおじいだけじゃなくて、で元気なおじいとしてはいろんな情報を調べてみた。で今680円で騒いでる方々は新しく手にした方なんで、2週間とかね、まだ1ヶ月とかそんなレビューしかないんだけど、発売したのはもう去年なんで、去年からもう1ヶ月使ったレビューと半年使ったレビューっていっぱいゴロ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 してるわけで、そういう情報を見るとこの E01 に関しては本当申し訳ないんだけれども、本当ぶっちゃけ申し訳ないんだけれども、ZTE ブレード E01 で検索していい情報ないんだよ。本当申し訳ないんだけど、使えば使うほど厄介者っていうか、もう何かしら自分のところに何かを言い聞かせて割り切って使わなければならない本体なんだよ。でこれが楽天の SIM を契約したおまけの680円ですよっていうね、あくまでもその楽天の SIM が欲しくて、だからこれはだから680円で手に入れたもんだよっていう方にとってみたらまあいいんだよ。680円で680円の電卓でいいでしょう。ただ大体の方は情報を見て踊ってる人っていうのは、え680円のスマホなの、じゃあそれ欲しいよ、じゃあ全体的に最終的にいくらかかるの、5500円前後かかるのってことになるんだよね結局ね。でだからまあ今日はね、最新のデータとしてはそのメインが SIM なんだったら価格コムで買った方がキャッシュバックがあって大きいでしょっていうデータをね出したんだよ。でまあ里中さんにしても千春さんにしても、このブレード E01 に関して680円680円っていうので、まあいろいろまあいろんな意見があって、まあ、それに関してねいろいろまあ自分の意見を言ってるんだろうと思うんだけれども、貫いてほしい、おじいとしては。でいろんな情報をその10人というのはその人が思った感情っていうのは事実なわけなんだから、それを貫いてほしい。第三者が何を言ったからといって自分を曲げないでほしいんだよ。なぜかっていうと、自分が思ったことっていうのはその時に思った事実なんだったら、それの動画でアップしていいわけだし、それを非公開にするとか消すとかいらないと思う。だって自分の感じた意見が真実なんだもの。でその情報を見て、自分なりにその情報を見て、あこれは自分と意見が同じなんだとか、いや自分は意見が違うなっていう、その動画を見て判断する人がどれだけ能力があるかっていうか、常識があるかっていうか、その己の能力に左右するんだよ結局。
だからその情報発信するっていうのはやっぱ自由なわけだし、今日のシャトチューさんの情報みたいに、まあ、僕がこうやって思ったから、僕はこうだからこうなんだよっていうね、でこれは YouTuber として情報発信は自由でしょって、その通りなんだよ本当に。だからおじいはね、あの千原さんがどんな思いでね、情報非公開にしたか分かんないんだけど、そういう情報がものすごく役に立ってるので、確かにアンチもいるだろうし、まあおじいのこの動画もある程度ちょっとチクリとくる部分もあるかもしれないんだけど、それはあの YouTuber と YouTuber の何て言うのかな、そのやり取りなんだよ結局。まだ若いからね、ストレートに受け取るから、まあ真面目って言えば真面目、おじいも同じ時代を育ってきたから分かるんだけれども、でもまあいい経験で、確かにまあイケケンさんが言うにはね、本当にまあいろいろ今悩むべきだよね、今悩んで悩んで悩むべきだよってね、悩んで結果出すべきだよって、もうねイケケンさんがね、もう日本を代表するいいパパだよね本当に。おじいはイケケンさんになりたいと思う。もし生まれ変わるんだったら、おじいはイケケンさんになりたい。本当に理想的だよね、イケケンさんがね。本当にもうイケケンさん悪く言う人一人もいないでしょこの世の中で、ね、理想的だよ本当に。でね、世の中はいろんな詐欺とか、お料理にしても何にしてもそうだけど、一般の大企業にしても、もう、もうジャラに訴えたいような、もう古代表現とかね、過剰な表現とか、いろんなことでね罠だらけなんだよ。でそういうものの本物の目を見分ける力っていうのを、やっぱこの YouTube のいろんな情報がある中で見極めてほしい。そういう力を身につくための要は場でもあるわけだから、やっぱ個人の意見っていうのはやっぱそのまま知らないでほしいなっていうのがあるんだよね。おじいも間違ったこととか知らないこといっぱい出してるよ。でもその時に自分はそうだったんだもん、知らなかったんだもん、しょうがないじゃんっていうことで、もうそれ貫いてるもん、しょうがないよそれはね。本当にまあ正直がゆえにね、いろんなことで損してるっていうのもあるんだけれども、そう思うんだよ。だから本当にね、まあなんていうのかな、まあ、千春さんもそうだし、ね、まあいろいろみんなこう気を使ってくれる方もいるし、いいとこを見てくれて、いいとこ褒めてくれる方もいるんだけれども、やっぱ十人十色なんだよ本当に。十人十色だからこそ、やっぱ全員が右に習いじゃなくて、やっぱりやっぱ同じ意見を持ってくれる方、あなたとは考え方が違うけども、これに関しては共感できるよっていう方ね、もういるだろうし、いや全くあなたにはね、やっぱね共感できないなっていう方もいるだろうし、これはね、もうしょうがないんだよ。どんな情報発信であろうとも、賛成の方反対の方いるっていうのはもうしょうがないしね、味方もいればアンチもいる、これはもうしょうがないんだよ。でこの E01 に関しては、今現在1万円前後で現役で販売している商品だから、楽天がそのある特定の契約をした方に対してのサービスとして680円だったわけで、その商品の E01 という商品の価値観が680円になったわけではない。ここが一番大事なところなんだよ。この ZTE のブレード E01 が680円の価値になって、どこでも680円で売ってる価値に下がった時代遅れのものなんだったら680円でいいんだけれども、違うんだよ。楽天でその条件を満たした方に限り600円で買えるから、誰もがみんな680円で買えるもんじゃないんだよね。でその680円で
買った方っていうのは最初はやっぱみんな感動が多いしいい部分があるんだけれども、でも週あの半月とか1ヶ月使ってるといい部分の説明よりもやっぱねデメリットの方が絶対に多いんだよ。でそれはおじいの言うのはその680円だけの出費だったら目をつぶれることなんだけれども、680円以外にこの端末のために680円以上かけてる方がほとんどでる、5500円前後かけてるからこそ言いたいことっていうのはいっぱいあるわけで、で同じ ZT で見るんだったら E01 と V580 はほとんど似たような去年のね時期に出てるわけで、その同じ ZT のブレードシリーズでありながら E01 っていうのはいや買ったら後悔するよっていう情報がバカみたいにいっぱいあるわけ。ググればググるほどいっぱい出てくるわけで、今の YouTuber の方がほとんど600円で買ったよしても、いやでもこことこはちょっとあんなんだけどねこうなんだけどねっていうのが後から小出しして出てくる部分が欠点として去年からずっと出てるから、だから最終的なトータルとしてはこちらをお勧めできないよっていう情報がたくさん出てるわけです。で一方 V580 に関してはたくさんの27種類のスマホの中で一等賞トップを取ったのは抜群だったのはこの機種でしたっていうね、去年のその当時の機種の中でライバルとかその時にある機種の中で一等賞を取ってるわけなんだよ、少なくともそこのページの中ではね。だからね決してね上げ足を取られるような機種ではないということ。結局でも共通して言えることはカメラの性能だとかね、まあ、そこら辺に関しては、まあ、V580 でも E01 と同じなんだけど1万円以下で手に入るものとして目をつぶれるところ目をつぶれないものってあるわけなんだよね。で実体的なものっていうのはアプリが動くか動かないか、要はで E01 の場合その実数メモリが8ギガから4ギガぐらいしかないっていうね、実数ユーザーが使えるのが、それでアプリとかもいろんなものが32ギガまでのメモリーが増設できるんだけれども全部のアプリがメモリーにインストールできるわけじゃないんだよ。ここ重要、メモリーに移動できないアプリがかなりあります。そこが問題なんだよ。ってことは実際にこのデフォルトの内蔵のストレージが8ギガで実質利用できるが4ギガしかないっていうのは致命的なんだよ、ぶっちゃけ。でね、3DS みたいに32ギガを追加してそこに全部ダウンロードしたアプリをメモリに入れられるんだとしたならばその問題はクリアできるんだけれども、皆さん情報をどんどんググってください。やっぱりデフォルトの内蔵ストレージにしかインストールできないアプリっていうのがかなりあるんです。それを考えると実際に実用してる人たちは使えねえじゃん、やっぱり使えねえんじゃん。ちょっとこんだけ入れただけでパンクするじゃん、いや消すったって消すようがないじゃんっていう切実な声が結構多いんだよ。だからカメラはねシャッターチャンスもおしゃれしてる、見た目もねあだこうだって欠点はあるんだけど、カメラ以外はね V580 はすごくいいよって、まあ、絶賛商品なんだけど E01 に関してはやっぱねそれ以外のところでね申し訳ないんだけれどもネット上にある持ち主の方の情報っていうのは絶賛してる情報っていうのがない。やっぱりあだったこうだった安く手に入るよってね
もともと値段がこうなんだけど、もうこの価格帯で、手に入るスマホっていうことで話題にはなってるんだけど、でもその話題から先にゲットした方の情報を見ると、大体プラスになる情報がないってことなんだよ。で、おじいもやっぱり、最初やっぱ飛びついて注文したのが真っ先だったんだけど、実際に開封式の動画を撮ってから、まあ、ステージアライブがダメだったとして、まあ、ブラウザでもおしゃれしたって言ったでしょ、まあ、初回起動でね。で、ある程度のものをね、やっぱいじってると感じるんだよね。届いたばっかで電源入れてやっと使えるようになった段階で、この状態なんだったらこの先どうなるんだろうっていう先が見えてくるんだよ。だからこそこれは長くお付き合いできないなっていう。レクサス2012年ね、セブンの2012年モデルと特価引き換えにして、メニューの動きは良かったんだけれども、まあ、実際にアプリの動きが抜群に良くなったかというと、そういうわけではない。で、E01 が他のものに比べて、いろんな、まあ、特殊なものに関して、まあ、ちょっと能力が良かったかもしれないんだけれども、それ以外の能力に関して上になるということではないよね、結局ね。だからね、まあ、ベンチマークが全てじゃないんだけれども、やっぱりね、トータルパフォーマンスっていうのは、E01 っていうのは、インターネットの情報でマイナスなんだよ。で、わずかな差額で V580、同じ時期に出た V580 は神扱いなんだよ。雲仙の差なんだよ。で、コスパモデルの E01 と、まあ、ミドルクラスの V580 ということだよね。V580 は V580 で、池圭さんも動画で書いてあったけど、指紋認証がね、オフにしてあるっていうけど、それはね、V580 の仕様です。他の方も同じです。何回かに1回しか認証しないとか、あと何にもしてないのに勝手に認証されちゃうとか、そういうバグがあります。そういう仕様です。だからほとんどの方は指紋認証はオフにしてます、 V580 ね。それはおじいもまだ手元に届いてないけれども、それはもういろんな情報を見てもう分かってるんで、それは使い物にならないっていうね。で、あと、カメラ機能ね、動画機能も含めて、まあ、それに関してはもうそっちは iPhone で使えばいいわって感じで、まあ、割り切ってます。まあ、だからネクサス7の2012年度バージョンに変わる、まあ、スペックアップしたなっていう実感が湧いて、快適に今現在使えるモデルとして、特価引換プラス追い金でね、まあ、ちょっとわずか4500円出して変えられたモデルっていうのが V580 で、それに変わるっていうものが他にないんだよね、もうちょっと出費しないと。なので、まあ、フル HD にこだわらなければ、たくさんあったわけだし。でも、やっぱね、おじいもね、スペック比較っていうのが必ずしもいいとは限らないんだけど、やっぱスペック比較っていうのは、まあ、ある程度の、やっぱデフォルト標準だよね。どんな動きするのかなっていう想像するにあたってね。あとは味付けになると思うんだけど、チューニング次第ということになるんだけれども、で V58 のもの場合は、池健さんの情報もすごく参考になってるんだけれども、それ以前に去年にゲットした方の情報っていうもの、さっきも言ったでしょ、 ZTE のブレードで E01 と V580 で後ろで後悔っていう、このキーワードで検索すると雲仙の差が出てくるって言ったでしょ。 V580 に関しては使い物になる情報なんだよ。 E01 は使い物にならない。本当申し訳ないんだけれども、680円で端末を買ったって考える方にとってはプラス、でもその端末が欲しくて飛びついた方は、5500円で買った方はぶっちゃけ
プラスにはなってないと思う。やっぱり5500円前後払って使えない SIM、 使えないと言ったら失礼だけどね、使えるって言ってる人もいるから、まあ200キロの SIM を7ヶ月使って、まあ5500円でいい01をね、発熱もしないしいいよ。でも V580 が4時間使って熱暴走するとは決まってるわけではないしね。だからね、おじいは徹底的にね、この V580 っていうのをこれから使っていくつもりっていうか、 V580 の場合はよく調べて吟味した上で、あ、 E01 は爆弾だったっていうことと、 V580 はあ、まあ意外と、もう去年の段階だったら神に近い存在だったっていうね。で今年に入ってからも今度は値段がね、もう1万円切って手に入る、スマホの中では、まあ、群を抜いてね、一番コスパがいいモデルっていうのはもう分かってるんで、でファーウェイにしても ZTE にしても、またその他のね、なんだっけ、名前が分かんないけどメモリー3ギガのやつもおすすめにあったりとかいろいろあったんだけれども、やっぱどれも一長一短なんだけれども、やっぱ中国もんっていうのはパーフェクトではない、一長一短で、おじいが好きだったファーウェイに関しても、ファーウェイのスマホを見てみると、やっぱ爆弾抱えてんだよ、 PQ にしても10にしても。でだからそれを考えたら、あくまでもそのメインスマホって考えると V580 ってどうなのよって思うかもしれないんだけど、それこそガラケーからスマホに切り替えるに E01 だったら伸びしろが何もないんだけれども、 V580 だったらまだ使えると思わない。でそのおじいの言うガラケーから初めてのスマホなんだったら、おじいは本当ごめんね、言い方悪いよ、 Android おすすめしない。一番最初にスマホをデビューするんだったら iPhone をおすすめしたい。苦労しないもん、本当ごめんね、 Android をメインにしてる方ね、おじい両方使ってるから言えることなんだよ。iPhone も第二世代飛びついたよ。でもね、やっぱね、ガラケーに戻ったんだよ一回。ガラケーから iPhone に行って、あの当時のアップルはもうひどかったんだよ、サポートも含めて、もうすごいひどかったの。だから違約金を払ってでもやめたかったね。高島なんとかじゃないけれども、もう芸能生活だぎ打てでも離婚したいのと同じだった。この貧乏なおじいが違約金を満単位で払ってでもアップルと縁を切りたかった。でおじいはあの頃の気持ちを忘れてない。だから今 iPhone3 台あるんだよ、ぶっちゃけ。割れた iPhone5、 割れてない iPhone5、 iPhone4S、 どれ1個として SIM 契約してないよ。 Wi-Fi で使ってるよ。 Apple なんか SIM 契約なんかするもんか。あの時の恨み忘れてないから、本当に勝手に通信してないのに通信したって言われてえらい取られたんだから、納得できない金額 2,3 万ぐらい取られたから、あの恨みは忘れないよ。今ものすごいサポート良くなったよ。だからね、もらい物の iPhone5 だったんだけれども、まあちょっと異常なバッテリーがね、リコール対象のロフトに入ってたっていうのと、ちょっと異常な摩耗があったんで新品にしてくれたんだよね、64ギガね。で担当の方もすごい良かったし、いろいろ親身になって検証もしてくれたんで、昔のアップルと今のアップルは全然違うという、まあ、そこも自由は認めてるよ。でもあの頃のね、やっぱね、もうショックっていうのは忘れないわけだから、アップルはものすごくいいのは今認めてるんだけど、アップルを SIM で使ってあげようっていう気持ちはさらさらない。SIM フリーにしたアップルで格安 SIM を使うんだってありなんだけれども、うんね、もうアップルの端末をどっかのキャリアで契約して買うっていうのは
使うっていうのは、おじいの中ではちょっとありえないです。で、アップルとアンドロイドを同じ土俵に上げて比較するっていうのもありえないです。で、おじいたまたまベンチマーク上でね、iPhone5 があって、E01 はね、数値が7000も下で、V580 が7000も上だったから、まあ、E01 と V580 の間は1万4000も差があるでしょっていうね、そういう、まあ、真ん中にその今持ってるメインで使ってる iPhone5 を入れたんだけれども、それはあくまでも今回 V580 を手に入れたっていうことに関する、まあ、いわゆる、まあ、要はね、まあ、比較対象にはなってるんだけれども、 E01VSV580 の差であって、その中間がおじいが今使ってるこの現役モデルのスマホがちょうどたまたまど真ん中にあったってことなんだね、結局ね。だから まあ、あくまでもベンチマークだから、 3D のベンチマークもあるし 2D のベンチマークもあるし、まあ、トータル的な数字なんだけれども、一概に言えないんだけれども、この端末は何メインで使うかによって違うんだけれども、今持ってるものよりもベンチマークで7000も下のやつが E01 だったわけで、これよりも7000も上だったのが V580 だったわけで、この事実を知ったのは V580 を注文した後です。これがね、おじいの動画を見てくれたね、コメントから、まあ、そこら辺を拾ってみたんで、そうだったんだって気がついたんで、もともと知ってたわけではありません。だからおじいは iPhone5 と比較するものないし、お金に余裕があるんだったらアップル買った方が幸せになるよっておじいは言ってるでしょう、ね、だからアップルを引き合いに出すつもりはさらさらありません。うん、全然もう世界が違うから。ただ E01 と V580 に関しては同じ時期に出たモデルでね、差が1、2ヶ月ぐらいしかないはずなんだけれども、雲仙の差だってことで、 E01 に関してはもし手に入れたいんだったら、イオンモバイルの2ギガ版だったらまだ使える。それなぜかっていうと、価格コムの情報を見ても分かるように、イオンモバイル版のラム2ギガ版のベンチマークのとかの情報を公開してる方がいるからなんだよ。標準の1ギガ版の、E01 だったらスコアがもっと低いでしょう、ものすごくね。だからね、もう、いろんなもの見てるんだよ。いろんな情報を見て、自分の場合 E01 が届いたばっかで、まあ、ちょっとのアプリしか入れてないんだけども、初期設定していろんなものを動かしてて、ああもう今この段階でこの動きだったらもう先が思いやられるなっていうね、この直感で、その直感があればあるからこそググるんだよ。後からボロ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 出てくる。だから決してね、サトチューンさんとか千春さんが今気に入って持ってるわけだから、それに対しての否定ではなくて、その E01 っていう端末に関して、なんかこう紙扱いっていうか、なんでかわからないけれども、バッテリーの持ちが良くて熱が持たなくて、神なんだよっていうね、しこしこ動いて神なんだよっていう、なんかの処理をやってみたら何かよりも優れてたんだよっていうね、まあ、それもネット上にあったよ、スコアがねちょっと良かったっていうのはね。でも実用の操作上で見てみたら、普通の使い方ができないわけだし、まあ、とある YouTuber の方もアプリを最小限まで削ったわけだし、メモリを追加して済むんだったらそこにみんなアプリ入れればいいから済むんだけど、それができない事情になるわけでしょ。それがね、致命的なんだよ。追加したメモリの中に全てのアプリを移動することはできません。もともと標準の内部処理時にしか入れることができない。これが意外と
移動できるものもあるできないものもあるっていうので片付けちゃうと、そこは運次第だなと思うんだけど、意外と全部のよ使える4ギガぐらいしかないっていうよりはものすごい少ないんだよ。アプリにもよるけども、これが決定的な地名になってる。ましてまた内蔵ラムが1ギガしかないっていうね。だからね、独自の宙によってある程度の快適さもあるんだけれども、でも情報をググってみて、 ZTE ブレード E01 後悔利用した方、もっさりしてる、アプリの起動がイライラする、動作がイライラする、そんなコメントが去年の投稿からたくさんあります。 E01 は使えば使うほどイライラしてくると思います。まあ、所有してる先輩方がね、みんな口を揃えて言ってるわけだから、そんな情報が1個や2個じゃないんだよ。で、これがまだ去年の段階だったら、まだある程度はね、まだです、あれなんだけども、今はね、いろんな中華系のやつでね、日本語の漢字になってるようなやつがあるでしょ？1万いくらぐらいで。ね。シャトチューンさんも動画を出してる。漢字一文字になるようなね、やつ。すごく、スペックがすごくいいよね。ああいうの買った方が幸せになるっていうのがあるよね。だから、おじは E01 が全くダメとか、V580 が優れてるんじゃなくて、要は、今の標準のやつ、より以下だと思ってるよ。V580 はね。しかも Android 6.0じゃない。5.1なわけだから。でも、必要最低限、遊びとして端末が欲しいんだったら、使えるよっていう。去年は絶賛されてた端末が V580 なんだよ。で、ボロボロに書かれてるのが E01 なんだよ。でも、十人十色だから、使い方っていうのは、十人十色だから、E01 が全くのゴミなんだったら、10人が10人みんな使えないよって言うんだったら、とっくにもうちょっと違う使いになってる。でも E01 は E01 で良さがあります。これはおじいも認めてます。ただおじいの使い勝手には合わなかったから速攻で手放したっていうことです。V580 にしたっていうのがね。で、今回680円でね、手に入れた方は、まあ、早々に売っ払ってね、差額を出してでも V580 にした方が幸せなんだけれども、まあ、わざわざそんな手間なことしないよとか、めんどくさいよとかね、まあ、そういう世の中です、ね。そんなことまでしてまでね、そんな変わんない端末でしょみたいなね、あるんだよ。でもおじいは、社会の底辺のピラミッドの底辺にいるからこそ、そこで努力をして多少なりともわらしべ的にパワーアップできるんだったら、おじいは努力する。ね、お金もなければ頭も悪いね。何ができる？行動することしかできない。だったら動いて努力してパワーアップできるんだったらパワーアップするよっていう、そういうタイプなんだよ。でも他の人は時は金なりね、そんな面倒くさいことするんだったら、お金払ってでも休みたいもん、楽したいもんっていう方はね。だから世の中っていうものは楽になるものにお金をかけるんだよ。家電でも何でも車でも何でもそうなんだよ。ね、それを便利って言うんだけどね、結局ね。まあ、便利になったものが全て、じゃあ世の中いいのかって考えたら、逆にそういうわけでもないし、ね、昔の苦労が見直される時代もあるし、ね、もうご飯で言ったらおじいはね、ガスで炊いてるよ。おいしいもの食べたい時はね、ガス炊きのご飯おいしいもの。でもみんなめんどくさいでしょ？ジャーで炊いてそのまま保温したいでしょ？ね。まあ、便利なものにはお金がかかる。でも便利を手に入れるためには、本当の良さを犠牲にしてるっていうね、まあ、そこの、まあ、事実があるわけです。ね、まあ、そういうことでね、
今意外な方から今返事来たよ。おじしま何さんだっけ、今日テレビのね方、おじポン酢がねすごく大好きなんだよ。で今日テレビ見て感動しちゃって、マツコデラックスとかやってて、うわーこんな方いいなーと思って、いやもう身近にこんな方欲しいなと思ってね、まあ、残念ながら旦那さんがいるんだよね。でもその旦那さんもう醤油とか使わなくなったから、あの健康診断でもねものすごく数値が良くなってるんだよね。いやもう本当ね、もうポン酢を愛するね藤島さん、おじいちょっとねテレビ見て感動しちゃって、あんまり感動したんでフォローしてコメントもしたんで、今見てるよって、ポン酢大好きだからっつってね、ほんとねお返事来たよ今ね、テレビで見てた方から来たよ。感動だねこれね、ほんとね、おじいだよほんと。この YouTube の動画まあ見ないよね、こんな動画見られたら困っちゃうけどね。おじいポン酢好きだよほんと、おじいゆずポン好きなんだけど、おじいもねもうポン酢移動したもんだってね、あのもう必ずここにねもうポン酢ね、まあ、そんなに高いポン酢買えないけれども、でもおじいはね何でもねやっぱねポン酢派なんだよすごく、ね、だからねうわーと思って、まあ、世の中にここまでポン酢が好きで追求した方がいるんだなと思ってちょっと感動してねおじいポン酢好きなんだけど、ポン酢好きポン酢好きっつってもなかなかねおじいの周りの方にはね理解してもらえないのよ。なんでポン酢いいじゃんって、ポン酢何でもポン酢好きなんだよすごくでもなんかみんなそうでもないんでね、まあいいや、まあちょっと話ずれちゃったんだけれどもね、まあ、だからね、まあ本当いろんな意味でね、まあ今日は今もう今日3本飲んじゃってもうベロンベロンだったんで、ベロンベロンでね、まあYouTube 見ながらね、はぁーって、ね、こうやって寝たらね更新したがね、朝と中さん更新してるって聞いてまたそんなに寝たのと思ってね、でなんかいろんな反響があってっていうかね、そんな反響があったのって。でも反響っつってもさ、里チューンさんのとこでコメント書けないからさ、コメントが書けないのにどんな反響を気にしてんのかなと思って、要は YouTube ライブ以外ないわけで、 YouTube ライブでそんなに否定的なこと書く人いないと思うんだけど、一体どっからそんな内容があるのかな、逆にちょっと不思議なんだけどね。おじいは里中さんが手に入れたツインワンの10インチのしょぼいスペックなんだけど、メインマシンで使ってましたっていう、マグネットでこうやれば作るんだけど、だから取れちゃうんじゃねえかな、あっかこうやれば作ってね、動画を見て NTT X コムで見たやつね、あれ欲しくなっちゃって1万いくらだっけ、もうずっとこれ狙ってたんですよっつってね。まあね、もう里中さんの情報面白いんだよ本当。まあそれを見極めてね、踊る踊んないっていうのはね、まあそこから先の話なんだけど、やっぱ里中さんとかね、千尋さんみたいなね、千春さんかごめんね、千春さんみたいな方ってのは大切なんだよ。十人十色個人がいいなと思ったのはいいんだよ。で個人がダメだなと思ったのはダメなんだよ。だからそのこの情報をアップして後悔したとっていうのはね思ってほしくないし、その時の自分の気持ちに、おじいよく言うんだけど、あの時あなたはこう言ったじゃないかってよく突っ込むでしょ、政治家にしても何しても、まあ、政治家の場合はしょうがないけれども、でも人間っていうのは日々学んで日々考え直す生き物なわけだから、おじいもおじい前こんなこと言ってたじゃんって言っても、いやでもあの時はああいう意見だったんだけども、でもこんな意見とか自分がこんな経験をして今はこういう考え方なんだよっていう、考えが変わって当たり前なんだよ。逆に考えが変わらないで意地でそれを通そうっていうね、
本当はだんだん変わってきたのに、それを貫こうっていう、それまた違うんだよ、意味がね。だからおじいはね、千春さんのようなね、あの時に思ってた気持ちの意味、いいと思ったもののね、そういうものの紹介っていうね、まあ、あのいろんな人の意見もあるんだろうけれども、千春さんの若い年齢で、その時のあの若さで今見えるもの、世の中に対して、この商品に対してそこだけの価値を見たっていう、その意味での情報っていうのは価値があるんで、それはいいと思う、おじい的には残して。で結果的に、まあ、YouTuber だからそういう情報を流してどのこのしても、無限にいるんだから、あなた一人がその情報を非公開にしても、あなた以外のどれだけの人があの情報をたくさん似たような情報を出してるか、検索すれば関連情報で出てくるんだから。だからそんな必要はないよって、おじいはね、もうそこだけなんだよ。であとは、まあ、悩むことがあるんだったら、池健さんの意見通りに悩んで悩んで悩むべきなんだよ。悩めるときは、ね、悩んだ方がいいんだよ。それから結論を出せばいいんだよっていうね。優しいよね、本当。もうおじい絶対決めた。次生まれ変わったら池健さんになる、おじいはね。もう次生まれ変わったら池健チャンネルやるよ、おじいは。ね、おじいの動画なんて、あれでもね、怒りあり、怒りあり、怒り、最後に笑いありして。そんなに怒ってばっかいないつもりなんだけど、でもまあ見てる方がそうなんだろうね。おじいだと怒りあり怒りあり怒りあり、そして最後に笑いありってね。もうほとんどみんな怒りばっかじゃないか、ぐわーみたいな感じでね。まあいいんだよ、もうおじいもね、今だ出そうと思ってね、出さない情報もあったけどね。おじいはね、自信があるんだよ、千春さんと池健さんよりも。これこの間ね、ステージアライブでやったんだけど、4分何秒ぐらい回ったんだよ、机に置いてバーってやったら。結構長めするんだよ、これ大体遊ぶんだって。海外の人は見てごらんよ、バーンバーンってやりながら、パーンってでプッって持って、まあいや、パッチで足上げてプーンってね、足プーンってやって、ポンってやってね、ポンってやって、ポンって持ってきてね、こうやってね、ヨーヨーみたいな感じでいろいろやってんだよ。これどうやってやるのにやめてね、すごい距離でもうポーンってやって、こうやってやって、ポンポンポンって、ポーンって、ポーンって、ポンポンポンってやってるから、すげえから、ほんとにね。おじいのはブレブレで、これもね、ちょっとこうちょっと分解もできないんだけどね、これね、ブレブレなんだけど、これね、だからプラスチックじゃないから、回り方が違うよ。なんだっけ、おじい名前忘れちゃったんだけどね、今日も見てたんだけどね、こんなような人いるじゃん、おじい名前忘れちゃうんだけど、赤い眼鏡のね、鳥柄の YouTuber いるじゃん、鳥柄みたいな、うわーみたいなね、なんかいろんなマウスとかなんかこういろんな、これがあでこうでっていうことね。で何ヶ月か前かに注文したやつで、これはそこら辺で買った600円ぐらいで買ったやつってね、同じやつなんだけど、こっちはプラスチックでね、なんて、もう音も違うしね、もう重みも違うしってね。かたやこっちはね、輸入でぶっちゃけ全部で3000円ぐらい買ったんで、こっちはね、そこら辺で600円で買ったんで ねまあいいや、まあ、鳥からのおばちゃんの話はいいんだけど、まあ、今いいゼロワンの話だよね。なのでごめんね、鳥からのおばちゃん名前覚えなくてね。ね、生ライブ配信でね、おじいのコメントね、一回でも読んでくれたら名前覚えるからね。でね、そのいいゼロワンに関しては本当に今もね980円なんだけれども、まあこんなスペックなんだろうなって分かってる方とかね、
まあ、それだけ使えればいいよっていう方にとってみたらいいわけだし、いい01がダメってわけじゃないし、いい点もあるわけだからね、本当に。で、ものすごい話題になった機種でもあるし、今は680円ですごく話題になって、で、その一定期間の最新の情報にありつけなかった方が、今、ちょっと情報をくれて検索でヒットして、680円みたいな形で、あるみたいだけど、まあ、シャトチューさんも言ってたんだけれども、シャトチューさんは680円で買ったんだから、OG はいいと思うよ。OG が V580 を紹介するときは、なんで紹介しようと思ってるか、わかる？OG 過去に一回言ったんだけど、動画で、長い動画で。680円でゲットした、E01 を売っ払って、6000円で売っ払って、写真機5400円だったから、それに4600円追加してゲットした V580 っつって紹介しようかなと思ってる。どう？いいでしょ？ね、680円プラス、話題の680円のスマホに、なんだかんだで、ね、4500、600円足して、ゲットした V580 ですよっていう紹介いいでしょ。あとね、おじいね、iPhone5 でこの間も言ったんだけど、V580 のおじいね、200いくらだっけな、一番最安値の、飛光卓のやつ買いました。フィルムね。で、イケケンさんが買ったのは300ぐらいで、ちょっと高かったんだよ。おじいはもっと安いの買った、もう100円ぐらい。で、まあ、両方とも指紋がつかないって言うんだけど、イケケンさんが買ったやつは、評価で、確かに反射しないけど、指紋つくよって評価があったの。で、おじは安くて評価がないんだけど、そっちを買ったの。で、セリアで、ノングリアが2種類あったんだけど、し、あのー、なんだっけ、反射しないっていう、2種類で反射したいっていうのを選んじゃったら、滑らないの。確かに反射はしないんだけど、滑りが悪いし、ね、指紋がつくタイプだったんだよ。なんだこれと思って。で、池江さんのは反射しない、指紋もつかないって書いてあったんだけど、まあ、評価がそうだったんでね。うわー と思って、おじは安い方の評価のないの爆弾なんだけどね、そっちを買ってみて、もう今日発送してくれたからね、多分今日は本体だけ届いて、明日か明後日あたりぐらいに届くかな、多分ね。そしたら、まあ、使い勝手がいいかどうかね。もしそれでおじいのやつ使い勝手が良かったらね、池健さんにも100円安くゲットしたよっつってね、使い勝手がいいよ、ピヨ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 っつってね、ちょっと動画残そうかなと思ってるんだけど。100円って大きいよ。みんな、たかだか100円って思うでしょ。100円の差って思うでしょ。100円あったら、安い自動販売機でジュースも買えるし、アイスだって食べれるんだよ、100円あったら。大きいよ、100円の差って。今、銀行でお金を預けて、利息で100円稼ごうと思ったら、すごい大変だよ。100円の利息稼げないよ、今。どんだけ大金預けとかないと、利息の100円手にできないと思う。しかも、利息何パーセント、0. 何パーセントしても、税引き前だからね。税を引かれたら、手取りの利息なんて微々たるもんだからね、本当に。まあ、おじいの場合ね、本当借金はないけれどもね、
プラスのお金も何にもないんで、ね、そんなのは、まあ、離職なんていうのはもう夢の夢だけども。おじい、だって宝くじが今さ、3種類で100万円が何千本当たるとかさ、今日やってたんだよ。ね、何億、ね、何十本、こっちは何百本、年で何千本ってあったけど、今もう宝くじを買う余裕もないもん。ない人で触れないよね、本当ね。宝くじ買わなきゃ夢も見れないっていう。ね、本当。まあそんなこんななんだけど。で、おじいはね、今日昼間にね、おそらく V580 が届くことでしょう。決して上位モデルはありません。去年のミドルクラスだったんで、今ではね、もう下のグループなんだけれどもね、まあ、欠点もあるよ。欠点はボロボロに言うよ。じゃあどうやって使ったらいいだろうなっていうね。で、多分 V580 のよからぬところは、多分580ユーザーさんがね、いろんな意見をくれるでしょう。多分ね、おじいもググるけども、まあ、そうやって使っていこうかなと思います。おじいはV580 を処分する予定はありません。ネクサス7、2012年度バージョンをと特価引換で手に入れたと思ってるんで、これはね、使い果たすつもりです。本当ね。ねえ、まあ、V580 ね、中古で今8円ぐらいだかな、入札ついてたの、確かね。保護フィルムもつけて、なんだっけ、手帳もつけてね。まあ、買ったら初期不良だったんで、新品に変えてもらってね、実像、10時間ぐらいというのが確か出品してあって、入札8000円、もういくらぐらいで落札されたかな、もう終わってるはずだけどもね。まあ、V580 は結構、評判はいいです。まあ、そんな意味で、おじいはどんぐらい、もう1時間も喋った。ね、もうベロンベロンに酔っ払ってね、隣の部屋でも布団に入ったんだけど、やっぱ、ね、昨日の千春さんの動画も最初から聞けなかったんで、残ってなかったんで、だ、まあ、何を言ったとして、どんな意見があって、過去のデータ、ね、消しようって言ったか分かんないけど、まあ、ちょっと半分胸が痛いなと思ったね。E01 に関しての情報というのはおじいもすごい役に立ったし、ね、まあ、E01 をおすすめする動画っていうのは本人がとても気に入ってて、まして千原さんの場合 V580 と2台持ってて、どっちを処分しようか考えたけれども、E01 を手元に残して V580 を処分してるんだよ。だから本人が今現役バリバリで使ってるモデルで V580 と悩んだ結果残した方なわけなんだから、そこまでの思い入れがあって判断したんだから、おすすめ動画を消すっていうかね、非公開にする必要はね、ないと思うんだよ。これがね、E01 を売っ払っちゃってすぐにね、1週間ぐらい使ってすぐ売っ払っちゃって、手元に V580 残ってるよって言うんだったら話が別だけど、逆なんだもん。そんだけ自分が気に入って使ってるっていうのはリアルで事実なわけなんだから、そこをもうちょっとね、胸張ってほしいなっていうのがおじいの意見だよね。で、そこでまたいろんなところがあって、お互いにツッコミがあってやり取りがあったら、それはそれでまた YouTube 上のネタでね、楽しいやり取りがあるわけだし、あんなことができる、こんなことができる、いや実はこうやってやればこうなんだよとかね、それは情報交換になるわけでしょう。まあ、悩んで悩んで悩んでほしいとお年頃だけれどもね。おじいは困ったことがあったら池健さんに振るから、池健さんこれこれできないじゃん、池健さんどうしたらいいのつって、ね、
まあ、それができるからこそ、おじいは安心してるっていうのもあるんだけどもね、V580 はね、池健さんの情報を見て、まず確信を得たっていうのもあるからね、本当に。やばいよ、池健さん、おじいが V580 手に入れたら。まあ、そんな感じです。まあ、ちょっとだら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 しちゃったんだけどもね、おじいの言いたいことを分かってくれるでしょう。ね、おじいは決してね、E01 が大嫌いなわけでも、目の敵にしてるわけでも、何でもないです。ただ、調べれば調べるほど、今、E01 目的で手に入れるものではないなっておじいは個人的に思っただけです。680円だけで手に入れられるんだったら万々歳だけど、どんなに安く手に入れても最低5,500円で、エントリーパッケージつかなかったら8,000円ぐらいかかる。で、今現在もすでにどんなに安く手に入れても8,000円台だよね、日給パンがしちゃったから。だからそれを考えるんだったらって話になっちゃうわけ。でもそこにはこれ以上大きくなっちゃったら携帯性が悪いでしょう、ね、あとは熱持っちゃうでしょう、だからこっちなんだよっていう、その目的だけにはいいんだよ。じゃあでもメインじゃ使えないよね。まあ、話がぐる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 回っちゃうんだけども、まあ、そこなんだよね結局ね、まあ、おじいの場合も本当ネクサスでアップデートですごいストレスがものすごい溜まったんで、5あの4.44いくつで使ってる時は良かったんだよ。で、5にアップデートするのかなしないのかな、いやまだ降ってこないよとかね、でもアップデート保証だよって、うわーやっぱね、アススだかイススだかわかんない、いつも名前変わっちゃうけどね、このメーカーでよかったなーなんて思いながらも、実際にアップデートしちゃったら、へえ、アップデートしたら分賃になった。アップデートなんかするんじゃなかったなーと思って。まあ、そんなこんながあるからこそ、やっぱり、バージョンというのは大事だろうし、そのバージョンに見合ったスペックっていうのは大切なんだなって思ったんだ、おじはね。みんなにみんなこの気持ちが伝わらないとは思うんだけれども、分かってくれる人はいるんじゃないかなと思うんだよね。だからあとはおじいは V580 が今日届いたら、まあ明日フィルム貼るとして、まあ、どこまで使えるのか。ね、その実用してる内容を今この段階で9,480円で手にしたスマホとしてどれだけ使ってるのかっていうのを皆さんに公開したなと思ってる。であとはおじいが基本料金0円の楽天の電話あるでしょ。でそれも Android の方に移そうかなと思ってる、050番号のやつね。ショートメール機能はないから、中の認証はできないんだけれども、普通の通話で使うんだったら LINE とその基本料金0円の楽天の電話があればね、スマートトークだったあれば十分な人なんで、おじいはね、まあ、無理してキャリアを持つ必要がないっていう判断に至ったんだよね。なので、まあ、そういう使い方をしてるよっていうのを、まあ、情報発信できたらいいなと思ってます。はあ、酔いさめちゃったよ、もうベランベランだったけど、でも大切なことなんだよ。もしまあいろんな人の意見もあるんだろうけれども、おじいの動画もね、千春さんだ、ごめんね、何回も間違えて、ね、よく見てくれてるっていうから。まあ、おじいの動画の中でね、一個でも気にするような内容があったとしたらね、まあ、それはそれでね、まあ、ちょっと悪かったなっていう気持ちもあるし、でもその気持ちは、でもおじいの本心だったしなっていう気持ちもあるし、
まあ、いろんな意味が複雑に絡んでるんだよ。だからこそ面白い十人十色の意見があるわけだからね。みんながみんな右に習いとか、みんなが同じ情報を出すんだったら YouTube はつまんない。みんな個性があっていろんな意見があって、そんな表現をしてるからこそ面白い。だからいろんな似たような情報を見ながら、自分はどの情報をね参考にしようかなという、まあ、そこはみんな個人の自由なわけだしね、リスナーさんとしてね。だから本当にね、まあ、そういった意味でちょっと今日の動画を残したいなと思った、うん。まあ、お酒3本飲んで酔っ払ってるんだけれども、めんどくさいから明日にしようかと思ったんだけれども、もうベロンベロンに酔ってるから寝たかったんだけど、でもこればっかりはね、やっぱね YouTube 始めて本当ね、千春さんとか池健さんとかね、本当にやっぱかけがえのない人間関係だなと思ったからこそ、いや今寝たらまずいな、今動画残さなきゃまずいなと思ったからね、ちょっとパソコンまた起動してみました。これね、どんだけうまく喋れてるか分かんないんだけどもね。でまあ普段昼間喋ってるよりはまともだと思うよ、真剣にね、まあおしゃべりしたつもりです。まあ何が言いたいかというと、 E01 はしょぼいです。でもしょぼい端末なんだけれども、その使い方の良さも見出せる方もいるということです、ね、だから一概にいいとか悪いとかは言えないということです。いいよね、まあ、そんなわけでね、まあ、あんまり波風立てることもないし、逆に避けててもおかしいし、普通に話題にしてればいいと思います、おじいはね、うん。まあ狭いつながりの中で気にし合ってもしょうがないんだよ。 YouTube の世界は広いから、自分たちが気がつかない中でどっちの意見もいろいろいっぱいであるから、本当に、ね、気にしない気にしない、それが一番だと思います、ね。そんなわけでもう1時12分になっちゃった、もう寝るよ、もう長くなっちゃったね。はい、じゃあおやすみなさい、またね、バイバイ。